マスダ構造、マスダ構造、マスダ構造、1918年3月21日から1991年4月5日は、将棋騎士、実力性、第四代名人。名前は正しくは、構造と読むが、将棋界では、構造で通した。君金次郎九段門下。騎士番号18、七、七、八、八、八、七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 、 1932年、昭和7年2月に、日本一の将棋座しを目指して家出。家出の時に愛する母の使う物差しの裏に墨で仕たためた、この構造を、名人に強者を引いて、の文言は、後に、現実のものとなる。詳細は口述。広島市での飲食店やクリーニング店のデッチ暴行など、右与曲折を経て、 大阪の君金次郎八段の門下生となる。同門の先輩には、王野源一、角田光夫。そして後輩には、修正のライバル大山康春がいる。初段で、プロになるまで、当時のプロ騎士は、初段からだったが長かったが、1934年、昭和9年2月に初段になってから、めきめきと頭角を表す。この頃、坂田三吉から、あんたの将棋は、大きな将棋や、 木村義夫を倒せるのはあんただけやと激励される。1935年、昭和10年関西にも奨励会ができ、当時三段だった。増田も本来は奨励会員となるはずであったが、特別の強さを認められ三段でありながら引き続き、新聞規制に登場していた。1939年、昭和14年に徴兵されて陸軍に入隊し、1942、 昭和17年まで広島の部隊に所属。1943年、昭和18年に再度招集。翌1944年、昭和19年南方へ派遣され、トラック諸島のポナペ島に上陸する。同島は、米軍の制空圏下にあり、補給も途絶し、ジャングルの中を爆撃から逃げ回る過酷な戦況に、戦死も覚悟するが、同島には、 米軍が上陸して来なかったため玉砕は免れた。1945年、昭和20年の暮れ、復員して、将棋を再開。戦後の将棋界で、木村、塚田正夫、大戦と首都を演じ、木村引退後は、大戦と歯を競った。1948年、昭和23年の、第七期名人挑戦者、決定三番勝負、対大戦戦の第三局。 高野さんの決戦において、小生であったが、手拍子の大悪手を指して、頓死を喰らい、錯覚いけない、よく見るよろし、という有名な言葉を残す。タイトル戦でなかなか大戦に勝てなかったが、1957年、ついに大山を倒して、将棋史上初の三冠、名人、王将、九段制覇を成し遂げた時、たどり着て、未だ三六、との言葉を残す。 見せる将棋を大切にし、規制の定石にとらわれず、新手一章を掲げ、常に序盤でのイノベーションを数多く起こした。振り飛車、居飛車共に数々の新手を指し、将棋というゲームに寿命があるなら、その寿命を300年縮めた男と評された。有名な新手には、マスダ式石田流、鈴目指刺し、九千ヤグラ、棒銀、ひねり飛車、大ひねり飛車タコ金、 格代わり腰掛け銀、マスダ城石、駅馬車城石、拒否者穴熊などがある。その功績を記念して、毎年行われる、将棋大賞にて、新手野新戦法を編み出した騎士を表彰する、マスダ構造賞が、マスダの没後3年余り経った1995年、1994年度、から設けられている。格、格行使いの名手であり、特に、自陣から敵陣を睨む。 遠見の核を好んだという。大きな功績を残したが、戦争中に患った病気がもとで体調を崩し、現役晩年は球場の年も多く、タイトルなどの実績面では大戦に押され、永世名人などの称号は得られなかったが、順位戦 A 級から一度も陥落することなく1979年に引退した。このため、将棋連盟では1988年に、マスダのために、 新たな称号を作って、実力性、第四代名人の称号を送った。実質的な後継者は加藤一文であるとされているが、加藤のみならずその寄付をしたう騎士は多く、現在の、大一人者のハブ義晴も、将棋を指したい人は誰かという問いに、増田先生と指したいと述している。ハブは、増田の引退後に因号を打ったことはあるが、将棋は指してもらえなかった。将棋年間で、 刺してみたい騎士という全騎士アンケートが実施された際にも、ハブ世代の騎士は大と刺したことがあるという事情はあるに、せよ、マスダの名を挙げた騎士の数は、大戦、木村をしのいでいる。谷川浩二とは、ペア将棋では対局したことはあるが、通常の対局で刺したことはなかった。引退後1982年2月27日に、ハザワガーデンにおいて、 当時プロに匹敵する実力を持つと言われていた、真剣氏小池茂明と角落ちで対局し干渉している。大戦は角落ちで敗れ、当時の名人、中原誠とは角落ちで一勝一敗。この将棋は、記録が残っている増田の最後の対局で、引退して3年ほど経っていた増田に春秋に富む気鋭の小池が挑んだものである。対戦前は、小池雄星と見られており、 事実途中まで小池は優勢に進めていた。マスダは、飛車の上に玉を乗せる人の玉という機種で対抗した。小池が五十手目に刺した八五歩において、小池は、作戦勝ちを確信したという。小池はマスダが九四金と逃げるとばかり思っていたと、言うが、マスダはあっさりと八五同金と、金歩みの交換に応じ、その瞬間に、小池の勝ちはなくなった。局後マスダは小池に、 八五歩と打ったのはやはり素人だな。君は私がプロだということを忘れとったろうと言ってのけた。このように、マスダは最後の最後まで荒手を出現させた人生であった。1991年、死去。晩年は、ハブや仙崎学ぶといった若手強合や、観戦記者と合を楽しんでいたという。マスダが、将棋雑誌を目指して、家を出た時、母の使う。 物差しの裏に書いたとされる言葉である。正確には、この構造を、名人に強者を引いて勝ったら、大阪に行くと書いた。強者を引いては、高知の手合わりでという意味で、勝ったらは、勝つための誤りである。そのため他社の出版物では、勝つために直して書かれることがあるものの、実際に書かれたのは、あくまで、勝ったらであると、増田は自伝で語っている。 また同庁で将棋の世界の仕組みが分かっておらず、東京には関根名人がいる。大阪では坂田三吉が関西名人を名乗っているとすると、広島にも名人がおるんじゃなかろうか。まず、広島名人をやっつけてから大阪に行く。と当て推量しているが、当時の心境を全く覚えていないと述0している。1952年、昭和27年の第1協商戦で、 当時の名人である木村義夫と七番勝負を争う。当時の王将戦は三番手直りで三勝差がついた時点で残りの対局を京伯父と平手を交互に指す制度になってい、マスダ木村に対し四勝一敗とし、続く第六戦を高打ちで戦うことになり、名人に強者を引く対局が実現したが、この時の対局を拒否して不戦敗となっている。 ジニア事件。1956年、昭和31年、弟弟子の大戦名人、当時との王将戦で、再び名人を高知に差し込む。今度は、実際に対局し、大戦に勝っている。名人に強者を引いて勝つを実現した瞬間でもあった。後にも先にも、名人を相手に強者を引いて、対局をしたのは、増田光造ただ一人であり。 その上に勝ったのも、当然、マスダ構造のみである。この時の心境について、マスダは、晩年のインタビューで以下のように語っている。生涯成績544勝376敗。順位戦での勝率0.724は2018年3月現在において、現役を除く歴代永久騎士の中の最高勝率である。楽しく、ご覧になりましたら、 朗読と良いです。クリックしてください。